っているだろうか。小さい頃に読んでもらったあの物語を。美しい姫や強き勇者の物語を。だが私たちは知らない。今もなお彼女たちがさまよっていることを。ここは囚われの世界、ライブラリー。物語の輪廻に閉ざされし場所。集められたのは物語の登場人物たち。彼女たちの願いはただ一つ。作者を復活させること。それぞれの闇を抱えた者たちのそれぞれが望む未来。創造主の復活を願う彼女たちの結末はどのような物語なのだろう。